女性は在日韓国人2世、元立命館大学特任教授、前立命館大学コリア研究センター研究顧問、靖国反対共同行動勧告委員会共同代表。専門は比較人権法、東アジアの法と人権、現代大韓民国の法と政治。北朝鮮工作員との容疑で韓国で共に逮捕された人権運動家の助身職。 作家で、東京経済大学教授の女系職は実定。京都府生まれ、京都市立堀川高等学校を経て、1968年、東京教育大学卒。韓国ソウル大学校大学院に留学中の1971年、スパイとして国家保安法違反容疑で KCIA に逮捕された。取り調べにおける、拷問の途中。 自殺を図って顔面に大やけを負った。後半では火けを負った顔で現れたため、日本のマスメディアの中には、韓国の関係が火で顔を焼いたなど、誤報も含めスキャンダラスに報道し、日本で展開されていた救援運動はさらに高揚した。後半では、いわゆる北朝鮮の工作船に乗り込み、非合法な形で、金日清と、 朝鮮労働党支配下にある北朝鮮に渡ったことを認めている。無期懲役となり、全国国中闘争委員会共同議長として戦い続け、自分は非天候政治犯であると主張して、19年間を国中で過ごす。1990年に釈放。1994年に、ただよう権力人権賞を受賞。2006年に、 小泉純一郎総理大臣の靖国参拝に反対するキャンドル行動、平和の灯りを、靖国の闇へ、キャンドル行動の共同代表に就任。米国、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員などを経て、1998年から立命館、大学コリア研究センター長、法学部教授を歴任し、2011年3月をもって定年。 2011年4月より特任教授、コリア研究センター研究顧問、2018年3月31日付で契約解除。朝鮮学校への高校無償化法適用が実現していないことについて、本質は朝鮮圧殺政策、植民地時代から冷戦時代、そして今日に至る朝鮮民族に対する主権の否定が根底にあると非難している。 参政権を求め期間を選択肢の一つとして肯定する主張は本質において植民地時代の公民化政策、同化政策の延長線にあると主張している。ありがとうございます。